どうも、ケイスケです。今週はちゃんとね、木曜日に動画更新できているでしょうか。で、今収録してるのは火曜日で、もう久々のめちゃくちゃ曇りです。まあ、明日ね、水曜日に関しては晴れるって聞いてるんで、まあ、もうね、結果見てると思うんですけども、僕はですね、水曜日にめちゃくちゃでかい買い物をしに行く予定なんで、ちょっと何買うか想像ね、膨らませといてください。で、毎週木曜日はちょっとしたものをね、3分で解説していて、先週はちょっと動画編集のね、マスクトランジションというものをご紹介したんですけども、今日はもう少し初心立ち返ってオートフォーカスエリアの話をしたいと思います。これね、今まで話したこと多分なかったんですよね。だけど意外とどうしたらいいっていうのを分かってない人っていうのも多いかなと思って、改めて僕なりのやり方っていうのをご紹介していきたいと思います。ということで早速いってみましょう。 3 minutes Thursday。はい、ということで、いつもの通り、こちらに3分のタイマー。置いておきます。で、オートフォーカスエリアの話なんですけども、オートフォーカスエリアっていうのは、要するに、こうね、カメラってオートフォーカスあるじゃないですか。で、どこまでオートフォーカスとして活用しますかっていうエリアの話なんですよね。なんで、まあ、すごく単純な話なんですけども、まあ、こう活用するとうまく撮れるよっていうのを今回ご紹介していきたいと思います。で、僕は写真と動画は別で使い分けてるんで、この辺も含めてご紹介していきます。で、まず写真の場合、そもそもね、オートフォーカスモードっていうのがあって、まあ、基本的には、こう、シングル AF、っていうのとコンティニュアス AF っていうのがあります。まあ、動画は基本コンティニュアス AF のみであって、写真はどっちも使うっていう人が多いと思うんですけども、このコンティニュアス AF っていうのは、まあ、写真の場合は半押し、シャッターを半押ししてる間はずっとね、被写体を追ってくれると、そういう AF モード。シングル AF っていうのは、このシャッターね、半押ししたらピンと合った部分で一回固定して、次もう一回押し込むと切れるという感じのね、方式になっています。で、僕はどういう風にしてるかっていうと、もう僕はですね、実はこのフォーカスエリアワイドのまま使ってます。一番広い状態でコンティニュアス AF で使っています。これなんでかっていうと、結局一番広い状態でコンティニュアス AF でオートフォーカス合わせるっていうのが、一番カメラのポテンシャル引き出せるんですよね。一番オートフォーカスの速度も速くできます。ただそれだと画面全体をね、こうカメラ任せにしてオートフォーカス合わせるんで、あ、ここ合わせたいのに合わないなっていう瞬間があったりするんですよ。なんで僕の場合はこのね、はい、ここのジョイスティックの部分を押し込むとですね、真ん中、ど真ん中にシングル AF でフォーカスを合わせるフォーカススタンダードという機能を置いてます。なんでこれで合わせて、あ、合わないなと思った時はここを押し込んであげると真ん中一点に合ってくれるんで、それで合わせることができるという感じになってます。で、中央一点にして、中央一点の部分に合わせてから構図を後で決めてパシャッと撮るというような感じにしてます。わかります？これで、動画の場合は僕ね、結構使い分けたりしてるんですけども、もう動画の場合は僕はね、ワイドではなくてゾーンっていうのにしてオートフォーカス整えてます。やっぱり動画撮るときって、まあ、極論マニュアルフォーカスでやるか、オートフォーカス任せにするかの2択だと思うんですけども、オートフォーカスでやる場合っていうのは、中央一点だとやっぱね、被写体こう動いて撮るんで、どうしてもこのね、中央一点から被写体が出ちゃうんですよ。ずっと真ん中に置いてるわけにはいかないっていうのがあって、かつワイドにしちゃうと、もうどこにピントが合っちゃうかっていうのが分からなかったりとか、人がちょっと前通っただけでそっちにピントが持ってかれたりもするんで、なんでゾーンっていうのにして少しだけ範囲を狭めてます。ちなみにソニーのカメラのフォーカスエリアにはスポットっていう方法と、あと拡張スポットっていう方法があります。まあ、本来はこのフォーカスエリアとかフォーカスのモードっていうのは、いろんな被写体に応じて変えるものではありますんで、あ、自分こっちの方が使いやすいかもなっていうのを見つけてもらって、どんどんそれで最適化していくという方法が一番ベストだと思います。ので、まあ、今日話した僕の方法っていうのを参考にしていただいて、ベースにしていただいて、新しい自分の方法を見つけていただければと思います。はい、ということで、サクッとではありますが、今回はオートフォーカスエリアの話でした。もう今回の話っていうのは本当ね、こうイントロダクションに過ぎない、もうね、本当初歩の話なんで、ここをベースに本当にいろんなこう深い話あるんですけども、それ話してるとね、もうね、何十分もかかっちゃうんで、このぐらいにしておきたいと思います。まあ、気になる方は各カメラメーカーのね、公式サイトとか見ていただけると分かりやすいと思いますんで、ぜひチェックしてみてください。ということで、今回の動画はこの辺にしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価、ボタン、あるチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。